ゲームだね。一番難しいってね。あ、出た。あ、クイズ。クイズあんだ。あ、まだよまだよのやつだ。まだよまだよのやつだ。先ほどは見事クリアしましたからね。今度も大丈夫でしょ。これゲームでどう再現するの？普通のクイズってことかな。この調子でたくさんの金貨ゲットしてください。ね、なんか5つあげてくださいとかいう。あるよね。ね。続いてのアトラクションはクイズボディー&ブレインです。本当は得意な問題から来るよね。そうだね。そう、牛田さん最近フィットネスに興味あるらしいですね、みたいなね。でも聞き方的に牛田さん最近何かにハマってますねで、牛がフィットネスって言ったら、このシャイニンと渡辺君がフィットネスってネットに来るよね。俺別にフィットネス興味ない。なんで俺なんか、だからそう思われちゃうかもしれないけど、俺別に興味ないけどね。これでもさ、ボディビルのポージングを5つ答えてください。サイドトライセプト。興味あるじゃねえか。あ、これ4問いきなり正解したら2枚あるかも。ある。はい。はい。クイズ答えるだけだもん。あ、でも走んのか。ボディ&でも走ったスピードで答えられる時間増えんじゃん。振りながら。うん。お答えください。本当だ。またヌンチャクだ。ジョギングマシンで走り、選択問題に答える新しい相方が走って相方が答えるか。走る係のプレイヤーはヌンチャクスタイルでチャレンジ。答えるプレイヤーは Wii リモコンを使ってチャレンジしていただきます。利き手に Wii リモコンを持ってください。ポインターだっけな。でもこれだったら問題結構出るから分かるんじゃない。まあね、楽なんじゃない。そうだね。答えが出てるリストから選ぶんだよね。スピードを上げる。12キロ以上になると選択肢が表示され、問題に答えることができます。これ簡単でしょ。遊園地にあるのと手紙。マリーゴールドね。あいみょんね、あいみょん。15秒以内にポインターで答えを選び、A ボタンを押すことで答える。これいけるね。答えいけるわ。いやー、これ激ムズ問題来るかもよ。でも頭脳は4つあるから、しかも。あ、そっか。全員に答えられる。そうだね。ほら、クイズ得意だから誰かは分かる。確かにクイズやらせたら俺たちしてもらってそうだよね。そうだよね。その答えでいいんだね。みのさんいないんだっけ、これに。いないな。いいんだね。はい、いけるでしょ、これは。いけるいける。で、どっちがどっちだ。あ、俺走者になってるから、じゃあヌンチャクつけて走るだけがこう振ればいいんだね。回答者です。俺じゃあ俺とガチさんの答えた方がいいの。あ、俺じゃあ、はい、オッケーオッケー。そうだね。分かるかな。これはみんなで答える感じでいいかな。じゃあ何この何何何何何何。とりあえず俺は走るんでしょ。そうね。で、12キロすぐ行くな。足の速い三角定規、トライアングル、おにぎりだね。おにぎりも三角とは限らない。ちょっとこれおにぎりを押すの怖かったもん。丸いおにぎりあるけど。ありそうだよね。レトロさんおにぎりが好きだそうですね。っていうパターンでこと。好きな食べ物は何ですかって。ああ。これもいけそうだね。そうだね。お紫とかでしょ。あ、そういうこと。アゲハとか。そうそう、1位走るの早いんだよ。アゲハ町、モンシロ町、大紫。おー、簡単だね。いけるよ、これ。簡単。2個もらっちゃおう。最初に一番難しいの持ってきたんじゃない。小学生とにしても簡単だな。2つになってるし、もう選択肢8分の2なんのから、タバスコ、キムチか。これ金貨2枚いける。あ、いけるね、これ。いけるいける。舐められてんな。本当にもうちょっと難しくていいだろう。いやー、すごいねーって。すごいですよ。もうお前早えなおわと。俺超つまんねえ。振ってるだけ。一生懸命振ってたらすぐ終わっちゃう。あ、エジプトにある。スフィンクス、ピラミッドとかね。ありそうありそう。ディオの城。あとオベリスクの巨人兵ね。ピラミッド、スフィンクス、あ、そう、それしかないね。終わった。終わった。逆に白答える方、疲れたね。おじさんに走らせんな。聞いて、ちょっと渡辺さん聞いてあげて。出た出た。あれちょっと聞いてもらっていい？え？おいおい、ねえのかよ。スイカボーナスねえのかよ。さっきで俺ちょっと俺ら尺取りすぎたね。取れ高ありすぎたもん。取れ高作りすぎた。すぐこれかよ。でも3つ獲得してるって結構じゃない？そうだね、うん、普通の番組だと3つってまあまあ取ってるもんね、まあうん、これでもう次ラストアイスホッケー、うん、になるのか。もうホッケーか。ホッケーってどういう感じなの？めちゃめちゃ強いイメージしかないんだけど。で、おじゃまが強いよね。女キャラにしてたら一人でやってくれるのかなってこと。石塚だけ今日めぐみ休みじゃないかな。おんじゃまかは手強いですからね。ここは流れに乗って一気にいきましょう。ハイパーホッケー、プロハイパーホッケープレイヤーのおんじゃまがとエアホッケーで対戦していただきます。7点を先に取った方が勝ちになります。あえヌンチャクでラケットを動かしながらユニコーンを振る。ユニコーンタイミングを振るだけで遊ぶことができる。はあ難しそうだな。どういうことかよくわからない。ラケットが自動に行くってことだよね、オートは。ヌンチャクでカーソル動かすみたいなことだな。そうだよね。まあマニュアルだよね。おーすげえ。上級者も本当だ。来た。あこんなんだったな。今日のこの感じ。大抵同じやつじゃないよね。そうだね。もっと動きにくい服にしてほしいな。パンダのバンダ。なんか受けた。ちょっと受けてたね。受けてないだろ。笑い声の SE。笑い足したなあれ。ハイパーホッケーの遊び方を説明します、うん、プロハイパーホッケープレイヤーの私たちおんじゃまがと勝負するアトラクションです、うん、このアトラクションはヌンチャクスタイルでのチャレンジをお勧めします、はい、まあこれは、はい、ヌンチャクじゃなくてもできるってことなのかな。パックの打ち方、ね、B リモコンを振るまたは B ボタンを押すとパックを打ちます、うん、ボタンを押すだけでもいいんだ。ヌンチャクのコントロールスティックもしくは十字ボタンで移動します。これヌンチャクの方がいいな、確かに、うん、確かにね。 B でいいんだね。別に振らなくてもいいのはこれで動かして左動かしても B で打つだけでいいって考えたら簡単か。パックを打つタイミングで A ボタンを押しながら B リモコンを振るとパックを止めることができる。これは振らなきゃいけないな。止めてあれか止め打ちするみたいなやつか。空振りをすると隙が生まれるので気をつけてください。はい、これはガシさんとキヨ君かな。説明全く読んでなかったらよくわかんないけど、まあ B で打つの。説明全く読んでなかったの。何してたの今の時間。もう出番ないと思ってた。スマホとか見てた。スマホ見てたの。嘘でしょ。もうオールドだった。いやでもヌンチャクでカーソル動かして。これで A で B です。そう B をだけだと思うけど。A の止めるとかやんないとこちょっと。あんまりやる必要ないかもね。どっちが俺だ。どっちが俺。こちら。あ、ごめん。もっと後ろにいた方がいいんじゃないのかな。確かに。なんかあいつらすごい落ち着きあるよ。すべてすべて。よし。オッケー、いいよ。なんかあいつらめっちゃ落ち着きあるな。空振り。なんてスピード感がないんだ。A で止めんのやっていい？いいよ。ね、一回。点入るの。一回 A で止めるわ。止めないと。あ、できない。できない。え、倒す。うまい。なんだああウェーブしてる。ウェーブのやつまだいけるまだいける。俺防御です。オッケー。いいねいいね。うまっうまっ。ガチさんが防御でしてくれてるからガッチーマンってなってるよ。いいよ頼むぜ。いいね。ガチさん後ろ頼むね。おんじゃまが絶対プロじゃねえだろ。サンキュー。いいよいいよ。打てないな意外と。もうちょっとゆっくりだから。止めるの難しそう。危ないサンキュー。きた。お真ん中。あー抜けそうだったのに。やばい危ない。いけ。あーこうか。難しそうだな意外とね。これが難しい。あいた。あれあれど真ん中って入った。そろそろ交代する。変わるか。一回3点入ったしちょっと怖くない？怖いね怖い怖い。 B だよね。 BBB 結構タイミング見て B だね。2P 俺 2P ね。あじゃあ俺後ろで OK。 あっ今なんかいい音鳴ったな。ストレートなんであいつら取れないの。嘘だ全然動かないじゃん。後ろの方にいる。どうしちゃったのかなるほど分かった。こうなるんだ。いいよいいよ攻めていくよ。勝ってなったらいいな。危ないぞ。いけ。おお今のいいね。今のいいね。なかなかいいんじゃないかな。なかなかってレベルじゃないだろ。よしこれもう1枚ぐらいくれねえかな。取っちゃったよ。追加でもらえねえのかな。確かに今のうまいな。あ頼む。いけうまい。あくそ落ち着け。なめっぷね。あしまった。がっかり落ち込んでる。もはや煽りだな、あの落ち込みが。7点だからあと2点でいいのか。そうそう、取っちゃって取っちゃって。頼む。ああ、うまい、うまい、うまい。マッチポイントいっちゃっても見事なカウンター。簡単に見えるんだろうね。簡単に見えるんだろうな。なんか言ってる、紙一重なんだけどな。あと1点って言ってる。本当だ。わりわり。いいよ。あ、あ、いけ、あ、いけ、いけ。うまい。いけ。あ、最後いい戦いしてる。強いじゃん。あ、怖い怖い。あ、マジ。いけ。今結構ラブマシンって言わなかった。あ、危ない。なんつったの。あ、惜しいって言った。急にラブ言わない。何何と思って。マシン。ラブマシンじゃないから。いいよ。あ、間に合わない。あいつら急になんか入らなくなった。守り固いんだけど。確かに守り固い。あ、惜しい。いけ。避けた。なんであんな。いや、急に強くなった。マッチポイントになったら強くなったよ。あと1点。ああ。俺ちょっと先行行ってみるわ。あ、オッケー、俺、後ろ回るわ。オッケー、フォローに回るぜ。前怖っ。決めたって決めたって。いいよ、うまい。あと1点。ああ。やばい、これ怖い。もう俺らやんないからね。ちょっと待ってくださいよ。この状況やんないよ、俺らもう。俺前、俺前で。ああ、よかった。プレッシャー半端ない。ああ、怖い。今負けまであったね。あったね。見えたね。見えてたわ。ああ、勝利した。ダーツ投げれんのかな。すごいですね。金貨獲得です。4枚か。ね。あ、でも一人一投だ。できるね。あ、確かに。ああ、よかったよかった。いいね、ちゃんと結果残してるよ。結果残してる。初めどうなることかと思ったけど最初の方、金貨0枚の可能性もあったのに、ね、金貨0枚だったらどうなるんだろうね。いいのかな、金貨1個も取れなくてダーツ投げれなかったやつ。いいのかな。ビッグチャレンジ。ビッグチャレンジ来たぞ。パジェロ取ればいいんだもんね。パジェロ取ればいいから。グランドスラムは達成できませんでしたが、金貨4枚あります。交換するかどうかが。無駄のないようにね。持って帰ろうかな。チャレンジするなんか言ってないけどね。最後にビッグチャレンジにチャレンジして誰か持って帰ったんじゃなかった。誰か持って帰ってたよね。中田純次だっけな。1枚10万ぐらいの獲得した金貨とダーツを交換し、ダーツを投げることができます。見事当てられれば商品獲得。あ、来た来た。おおおお、パジェロ、パジェロだよ。これはパジェロだよ。パジェロだね。おお、パジェロ、俺たちの夢が。パジェロくれよ。あれじゃないって顔してる。いらんて。たわし来るか。あ、たわし。あ、そうだ、俺らがレトルトさんの希望商品ね。そうだね。あ、いいね。はい、なんて言わんだ、サッカーボール。サボテンです。お世話も簡単ですしね。そうだね。可愛がるよ。これ一番いいよね。これはいい。今手に入んないから。そうだね。雰囲気のあるこちらのテレビをご用意しました。ありがとうございます。結構テレビのなんか喋りが長いね。インテリアとしても。サッカーボールです。そういう年齢じゃねえ。小学生。小学生。ダーツと金貨を交換します。強制だ。交換してほしくなかったんだよな。持って帰りたかった。40万円欲しかったんだろうな。持って帰りたかったわ。あ、たわしある。あ、でも VR 車もあるね。ちゃんとこの感じなんだな、ダーツ。ビッグチャレンジの遊び方。壁に刺さると名前刻まれるやつね。名前刻まれる方が嬉しいかもしれない。はい。表示されているように、利き手で右方向を持ち、A ボタンを押さえる。俺らダーツやってる人いるじゃん。お、いるじゃん。あ、もらった。やめろやめろやめろ。ブル石田のこと。プロレスラー。ポインターで狙いを定め、タイミングよく WD 木工を前に押し出します。まあ、これ得意な動きだね、俺たちの。そうだね、得意だね。奇跡起こしてるからな。確かに確かに。これはもう VR 車だけ狙うでいいよね。そうだね。 RV 車ね。2回目スルーしてたけど VR 車だよあれ。VR 車バーチャルの車乗ってると錯覚する。バーチャルいらねえんだよ。そういうやつだから。じゃあ俺からか。頼むわ。俺は外すのかな。そうだね。1本ずつ順番にいきましょう。ああたわしで囲まれてんだな車。それで1本目まして、パジェロって言ってる。やっぱパジェロなんだ。あなるほどなるほど。ここだな。ああ遅い遅いのか。どこどこ。ああご希望の商品だ。希望の商品だ。よかったじゃん。欲しかったやつだから。まあまあまあ遅いんだあれで。うんもっと早くだ。早いんだね。じゃあガッチさん次。俺あでも次あれか。そっかこっち俺先やって。俺先やりたい。あいいよ。やったフシップがね、やっぱやめろやめろ。これはもう条件同じだろ。名前ツイッターで言ってるもんね。言ってる。俺にかなうやつ来いよ。言ってね、そんな生きってね。メゾさんこう思ってこうやってたからな。フレッシングスタイルでいいんだよ。でもそれでいいのかもしれない。早めね早め。早めね。結構早めだった。ああ遅い。真ん中寄らなかった。危ね。おあやったなお前。欲しかったの。実際サッカーボールよりは絶対にいい。あじゃあサッカーボールがいいだ。サッカーボールの方がいいわ。たわしサッカーボールにするから。たわしと言ってない足痛い。はだしで。あれでいいや。じゃあパジェロ取っちゃうね。あ押して結構早めだよね。パジェロ取っちゃうね。押して押しながら投げる。ここ。全然違う。全然違うなと思ったよ。どこだろ？なんだ。ああすごい欲しいやつ。ありがとうございます。いいなー。なんでも全員欲しいのね。全員欲しいの持ってる。うん全員ね。やったぜ。ああよかったよかった。こいつしか獲得してないから。まあこれウシ頼むわ。ガチガチだよ。早めね。結構早めだと思う。早めね。えこれ振りだけ。うん A ボタン押しながら。 A ボタン押すんだ。押し出すだね。 OK さあ来た。よしいくぞ。何かいいもの。何かいいものを。いいんですね。はい頼むよ。カーソルがああなるほどこういう感じか。いつもの感じ思い出して。オッケー早めだ。結構早めだよ。かなり早めだ。ここあ本当だ。全然遅い。遅い。ああもうやったやった。一番欲しかったなんか来た。友達と遊ぶぞ。やったじじい腕上げて絶望してる。ずっと絶望してんな。あ、でもそうそういうことよね。最初調子悪かった。そう後半に行くにつれ良くなったみたいですね。半分はクリアです。いい感じの成績ですよ。そうだよ本当だよ。商品3つももらったし。確かに3つね。たわし置いて帰ってる。合計4枚獲得です。いかがでしたか。まあ俺すごいことだよ。パジロ欲しかったな。ちょっと煽ってんなこれ。よかったです。おめでとうございます。ぜひお部屋で使ってください。あ、これでさっきの部屋に置かれるんだ。置けんだね。置かないけどね。埴輪、たわし、レトロなテレビ、サッカーボールでした。なんだそれ。欲しかったよパジェロ。これパジェロだったらどうなったんだろうね。部屋に置けない。部屋に入れてくれんのかな。パジェロが部屋になっちゃう。車中泊になっちゃう。あ、まだまだいける実力をお持ちなので次回はさらに上を狙ってくださいね。はい。服や靴には着替えることができる。ああ服もあったんだ。ジャージとかあったね。白いジャージとか。そうかそうか違うジャージで挑戦できるんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやうまかったんじゃない。悪くはなかったと思う。だって全部正解してるもんね。あれもそうだね。あれも全部成功したし。あれが多いな。あとあれもあれも良かったよね。あれも良かったわ。いいプレー見せたわ。これで監禁部屋に戻んの。監禁部屋に持ち帰ったアイテムを並べる。あっカロリーとかもいいんだ。すげえ。9902カロリーも消費した。少数ってもうガリガリになってる。2万キロカロリー。オリバーの食事みたいな。すげえすげえ。44000カロリーも消費したんだね。ポイント64。ダルシムみたいになっちゃってるかも。